辰巻仙台市の80代の女性が、マダニが媒介するウイルス性感染症に感染していたことが分かりました。今年、県内で確認されたのは初めてです。重症熱性結晶板減少症候群、SFTS は、マダニに噛まれて発症するウイルス性感染症で、発熱や倦怠感などの症状があり、重症化すると死亡することがあります。 県によりますと、今月6日、発熱などで医療機関を受診した薩摩仙台市の80代の女性を検査したところ、おととい陽性と分かりました。女性は現在入院し治療中です。患者の確認は県内で今年初めてです。去年は8人の感染が確認され、死亡した人はいませんでした。県は、山林や草むらに入る際には、 長袖、長ズボンなどを着用し肌の露出を少なくするよう呼びかけています。